今日もやっていこうと思います。11月16日、今日の感想と明日の見どころなんですが、今日はちょっとね、仕事が忙しかったので、全く見れてないです。なので、すごい表層的な感想だけで申し訳ないので、その代わりね、サッカーをずっと見てきた人が語るバスケ日本代表ということで、バスケ日本代表の今後を語っていこうかなと思いますと、今のこの日本代表の状況、バスケ、これがね、中田秀俊がいいところのサッカー日本代表によく似てるなぁと思って、 ずーっと調べていったら、あ、本当によく似てるやっていう。だから、バスケ日本代表が強くなっていくにはどうしたらいいか、どうなっていくべきなのか、またはどういう状況だったら強くなったと言えるのかっていうのをちょっとね、語っていこうかなと思います。今日の試合に関しては、まあ、ネッツがちゃんと負けました。よかったです。やったねっていう。あとは、レイカースが勝ってるんだけど、それ、ナゲッツがこれ、ヨキチがいなかったから負けたんでしょ。あと、サンズ、KD がいないから、相変わらず弱いな、KD いないと。 あと G リーグで河村勇輝がデビューしたとかいう話でまあ試合見る限りはちょっと通用してるのかしてないのかわかんないんだけどまあこういう黎明期の状態だとね日本人の扱いっていうのはああいう扱いなのか扱いではなく通用する感じかなうんまあ河村勇輝にも頑張ってもらいたいんだけどきついっちゃきついかなとディフェンスとやっぱりあのシュート力この2つが鍵になってくるかなとで明日は注目はこれですねホーネッツバックス えー、今日ちょっと知り合いと話してたんですけど、えー、グリズリーズ、誰を補強したらいいかっていう。いうのも、ジャーモラントとデズモント・ベインとマーカス・スマート。デズモント・ベインとジャーモラントは怪我が多いから。で、マーカース・マートはこれからあと1、2年でグッと落ちてくるんじゃないのかなと。身体能力発する系なんで、あのタイプって32位迎える頃には落ちてくるから。だからこの3人を変えるのに誰がいいのかなっていうので、ちょっと話してて。 5アウトができるチーム状態なんで、ラメロボールとブランドン・イングラムいいんじゃねってなって、1番ラメロボール、2番ブランドン・イングラム、3番アルダマ、4番 JJJ で、5番がイディーっていう。これ面白いんじゃねあ、ブランドン・クラークが4番か。うん。で、そういうの面白いんじゃねって感じで、まあ言ってて、まあ、ホーネッツ、ラメロボール、グリズリーズにはまるんじゃないのかなって思いつつ、まあ、グリズリーズファンからしたら邪魔なんて出すわけねえだろうって言われそうなんですけどね。 まあ、グリズリーズは結構判断が早いんで、どうかなと。はい。まあ、ないと思うんですけど。で、次、セルティックスはラプターズボコしますね。と。で、ペリカンズとレイカーズは、レイカーズバックトゥーバックなんだけど、ペリカンズもそうだから、条件は一緒。まあ、AD のあの異常なシズンー v p クラスの活躍ができるんだったら、ペリカンズは一周でしょうと。で、問題はマーベリックスで、マーベリックス今は良くないんだよね。 うーん、ドンチッチのあの回転ドアディフェンスがこう試合終盤にまた披露されるようになって、あれ絶対疲れてるでしょっていう。うん、あとはクレイトンプソンが入ってきてディフェンスできないのが2人になって、うん、それでちょっと守備力が落ちてるからクラッチ力で、クラッチで負けてるんじゃないかなと。あとキングスジャズはもうどうでもいいんでキングス勝つでしょと。じゃあちょっと日本代表とバスケ日本代表の展望を見ていくと、 まずね、日本代表は98年にワールドカップを初めて出た。で、バスケの方だとこの前が初めてたでしょう。で、この時の状態がよく似てるって言うんだけど、実はこの時に日本代表をワールドカップに導いた、予選突破を導いた立役者の一人がこの中田秀斗で、似てるって言ってるんだけど、予選突破を導いたのは、 八村塁じゃないんですよね、これっていう。だって出てませんでしたもんねって。<laughs> まあ、この時点で、昨日、おとといの動画出しても、八村ファンの人が、こう、アンチコメント書かなかったのって、多分その辺であんま人気ないんじゃないのかなっていう。俺たちの日本代表をワールドカップに連れてってくれたのは、 八村塁ではないからなぁって。でそれとは違って、日本代表の方は、サッカーの方は、中田秀俊の悪口言うものならね、ファンの人がものすごく書いてくると思うんでね、実際俺もね、中田秀俊好きか嫌いかって言われたらそうではないんだけど、ちょっと気さったらしいとこもあるし、またこの2006年でね、好き勝手させたのが中田秀俊だけじゃなくて黄金の中盤とか言って、ジーコジャパンが。で、これでボロ負けしたっていうのがあって、やっぱり、 やっぱりダメだよな、日本人、こう、好き勝手させたらっていう。で、今のホーバスジャパンも好き勝手させるんじゃなくて、戦術を、この、すごい落とし込むタイプの監督だから、まあ、だから、日本っていうのはまだまだ弱小なんだから、ある程度戦術だって、秩序だってやっていく必要があるんじゃないのかなっていうのはずーっと思ってて、で、それで2014年、うん。 ここでまた俺たちのサッカーっていうのを好き勝手やって、で、ボール負けする。で、まあ、2018年以降は、全員守備を徹底しつつ選手主導でやって、まあ、ベスト16をいってると突破して。まあ、だから好き勝手させちゃダメだよなっていうのはずーっと思ってて、じゃあ、バスケの方で好き勝手させていい選手って誰なのかって言ったら、まあ、あれだよね、ドンチッチとヨキッチ、あとレブロン・ジェームスとか、あの辺。 まああの辺ってシーズン MVP 取るレベルの選手だから、また実際チームにおいて司令塔やってるから好き勝手させてもゲームが機能するっていう。 でサッカーの方だと好き勝手やったら何が問題かって今はもう全員守備するのが当たり前の状況なんでバスケの方だと守備ができないのが1人ぐらいだとなんとかなるでしょっていう、まあ、そういった意味でバスケとサッカーだとマンパワー5人と11人だからねマンパワーに依存するこう率が高いという意味で狂気、ね、の地質が違うんだけどとでサッカー日本代表が明確に世界に追いついてきたのはこれ大体2022年前後。 この辺りになってくると、明らかに海外で出てる日本代表の選手が増えたなって、あ日本人が。で、それで、海外の選手にえ違う違う、海外のリーグに日本人選手が実力を買われて、買われていくっていうことが多くなっていって、で最近になってくると、特にこう、四大リーグで通用するようになってきたから、 まあ値段の割にはいいよねじゃなくて J リーグ側もちょっといいお値段をつけるようになってきたっていうのが最近。だから日本人選手を海外に売ることによって商売モデルが成り立ってきたんじゃないのかなっていうのがここ昨今の日本代表サッカーの状況かなと。で、それもこれもやっぱ J リーグが大きかったよなっていうのが俺が思ってて1993年に開幕。そこから30年間 J リーグはずっとこう盛り上げることをやってて育成もサボらずやってて コールなんとかの時にお金がなくなってるから J リーグじゃなくてサッカー日本代表の協会が育成だけにはお金を割かなければいけないっつって確か建物かなんか売ってんだよねあれうんどっちとかまあそれぐらいサッカー日本代表っていうのは育成をサボらなかったっていうで J リーグのこのユースチームとかまたすその育成指導者たちもずーっと研究やってるからだからサッカー日本代表のトップの試合で勝った負けたが その日本代表、また引いては日本人選手のレベルに大きく影響したかって言われたらそんなこともなくてねっていう。だって見てくださいね、これ。ワールドグループステージ敗退して勝って、勝ち上がって、でもすぐ負けて、で、敗退して勝ち上がってすぐ負けてっていうのを繰り返して、実質ワールドカップでそんなに盛り上がったかっていうと、盛り上がるのは盛り上がるんだけど、やっぱすぐ冷めるんだよねっていう。で、月ジャパンもあれでしょ、ーワールドカップは盛り上がったけど、結局はすぐ冷めて、で、 B リーグの方を見てる人たちなんかずーっと見てる。NBA 見てる人たちはずーっと見てる。これが、サッカーの場合だと海外リーグを見てる人はずーっと見て、で、J リーグを見てる人っていうのはずっと見て、で、それがずーっと継続して増えていって、で、それで今があるっていう状況。まあ、だから、バスケ日本代表が強くなる条件っていうのは、この B リーグの継続的な盛り上がりっていうのを、この B リーグ関係者、または B リーグのファン、サポーターっていうのがずっとやっていく必要があるんじゃないのかなっていう。 それによって、サッカーじゃなくて、えっ、ー、と、バスケ。バスケやってる人たちが、NBA に俺行けるわけないんだけど、B リーグなら行けそうだなっていう人たちが、プロとしてやってこうかなっていう風になって、また大学なんかでも育成なんかをやろうとして、高校なんかでも育成なんかをやろうとする。で、そこで本気度が上がってきて、ちょっとずつ育成年代のこの選手、または育成の指導者たちのレベルが上がっていくっていう。 だから、例えば主にあのハレルヤなんか、ハレルヤって人うん。ハレルヤなんかっていうのはちょっと言葉間違ったんだけど、ハレルヤって人なんかが育成者でしょあ指導者でしょ あの人が YouTube であれだけ数字持ってて正しい情報を流してるんだからあの人が仕事がないっていうのは多分性的な何かがあったっていうのを聞いたことあるんだけどまたはちょっと人格というか性的思考に問題があるっていうでもあの人も,もっと活用したらいいんじゃないかなと思う他にも佐々木クリスっていう人ももうちょっと使っていけばいいんじゃないのかなっていうその辺がまあでもその辺も この B リーグとその高校大学との連携っていうのはなかなかうまくいかないっていうのも始まったばっかだからっていうのがあると思うっていう。 これがずっと継続していけば多分つながりができていて人間関係ができていてその辺で円滑な何かが出来上がるんじゃないのかなと。だから B リーグを継続させるっていうのが多分バスケ日本代表の一番大事なところで、それによってボトムアップによって裾野が広がって分母がでかくなることによって安定してそこそこ優秀な選手たちが排出可能になっていってでその中から怪物みたいな選手っていうのもどんどん出てくるんじゃないのかなと。これ分かりやすく言うと えっと、分母が1億人の時と分母が100人の時、どっちが天才が出やすいですかって言われて、1億の方に決まってんでしょっていう、本当に。で、その分母をでかくするっていうのを継続してつやっていくっていうのが一番大事じゃないのかなっていうのが、J リーグを見てきた身からして思うわけで、やっぱ J リーグから出てきてるよねって思うわけで、うん、日本代表の選手もユース上がってたり、また高校。 で、活躍した選手、また大学で活躍、育成された選手っていうのが J リーグに上がって、で、それで海外に買われていって、今の日本代表になっていく。で、でそれでずっと活躍しているから、まあ、海外に行かないと日本代表選ばれないっていうことで、無理やりでも海外に行くような選手も出てきて、で、そういう選手たちも海外のチームは、日本代表の選手っていうのは優秀な選手が多いから、日本人選手。だからまあ、安心して買えるよねっていう。 で、これが B リーグ経由で、じゃあどうやって NBA 行くんですかって、今回の河村勇輝みたいに、イグジビット10とか、また 2A 契約、経由で契約して、それで買われていくみたいな。だからドラフトにかからなくても、そういう風に行ける道っていうのも確保されることによって、 日本人選手が NBA に行く道っていうのも出てくるんじゃないのかなっていう。その全てはこの文母をでかくすることだと思うわけ。で、この文母をでかくするっていうのは、やはりね、時間がかかるんだよねっていう。で、今回の日本代表の状況が、そのバスケの。 サッカーの日本代表において、この1998年の状況よく似てて、海外組が全然いない状況なんだよね、この時は。で、それで中田秀俊がこの大会が終わった直後に買われていったというペルージャというチーム。で、このペルージャというチームの会長家は、相当変わった人で、日本人を一人引っ張ってくれば、日本の企業がオーナーじゃない、えっ、ー、と、スポンサーでつくんじゃないかと。またちょっと面白がって買っていったという面があるという、まあそういった意味で、 エポックメイキングななな選手だったんじゃないのかなとでこれが八村塁に近いなって思うのが今の戦力でギリギリうまいことやればワールドカップで勝てますよね上に上がれますよねっていうのが本当このサッカー日本代表の状況と似ててでそれで日本代表にまつわる言論で戦術議論とか選手企業の議論とかなた采配の議論っていうのはうだ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 ネットでやっててそれ見てて俺が見ながら思うのが 今それで勝ったところで次の大会試合で勝てるわけじゃねえんだからそんな無理して勝つ必要あんのかなと思ってずっと見てたんだよねでそれでもう見るのが嫌になったのがこの2014年のあたりもういい加減めんどくさいっつってあの海外のヨーロッパリーグばーっか見るようになってでそれで NBA も継続して見たてったのかなだから NBA またはあの欧州リーグばっか見てたっていうことはどういうことかというと B リーグないし J リーグに全然興味なくてまた日本代表も興味なくて見なかったっていうだから八村塁のこと語っててもほとんどアンチついてないのが俺がかなりこう冷静な立場から語ってたってことでしょ興味ないしみたいなうん今の日本代表が勝ったところで今後何年か強くなるとかいうわけでもないしそれを見て日本人がバスケを始めるなんてことはなくて むしろバスケ始めるきっかけって、近所にコートがあって、またあの、面白いから始めるとか、NBA を見ていいなと思ったから始めるとか、だからバスケを始めるきっかけって、俺思ったけど、八村瑠とかじゃないと思う、これ絶対に。むしろ、ステフィン・カリーとか、またあの、ディミアン・リラードとか、 あと、ダリアス・ガーロンだとか、日本人に体格近い選手がプレイしてるのを見て、これだったら俺でもできそうだなっていうプレーを真似しながら始めていって、それで1人2人って増えていくんじゃないのかなっていう。で、強くなったと言える基準っていうのは、俺これだと思う。日本代表に NBA の選手が12人中8人いればいいと思う。6人でもいいかなと思うんだけど、で、その8人のうちはこう TJ マッコネルクラスの選手が2人、エヴァン・フォーニエクラスの選手が2人で、ダニエル・タイスクラスの選手が2人、つまりスタメンかベンチか怪しいレベルの選手が6人構成されればいい、でさらにそこに2人プレースされる。 でこのプラスされる2人っていうのは各チームねエース級かもしれないしまた NBA 当落戦場の選手かもしれないそれが8人構成されたら多分おそらくワールドカップで一勝またグループリーグ突破できる安定してんそういうチームになるんじゃないのかなっていうだからまず NBA にこの6人から8人排出できるような土壌を作るのが俺は一番大事かなと思ってるんだけど なんでそんな八村ルイにこだわるんだろうねっていう。だって八村ルイ一人加えたところで、あのー、勝てるとは思えないし、もし勝ったとしても、それフロックっていうんじゃないのかなっていう。そんなまぐれのような勝ち方してどうするんだろうっていう。 だから、八村よに全然こだわってなかったのもここで、あの人って、うーん、正直 NBA との立ち位置って、モリッツ・バグナーみたいなもんでしょっていう。で、モリッツ・バグナーが、あの、監督批判をして、教会批判をしたらどうなるかって言ったら、追放されるだけですよっていう話で、日本代表だから追放されなくて、日本代表の教会が焦ってるんでしょっていう。で、そのこと分かった上でやってるから、 ちょっとこれって、たちが悪いよねって思ってるのよ、正直。で、そういうことをやる選手っていうのは、一回その特例で許したったら、もう継続してそういう風になっちゃうから、前例ができちゃって。だから、いっそのこともこれ出すのもいいんじゃないのかなっていう。一番大事なのは、この B リーグの、この盛り上がり。うん。それと、育成。で、ああいう特別扱いするのを見て、子供たちが真似するようになったら、良くないから、俺はいっそのことを、うーんって思うわけねっていう。 まあだからサッカー日本代表がどうやって強くなってきたかってのははっきり言うんだけど、中田秀俊っていうのは突出した存在だったわけね、この1998年において。で、2002年において中田秀俊に好き勝手させたかって言ったら、させてないんだよねっていう、むしろ。 で、じゃあ2006年で好き勝手させたかって言って、じゃあ監督の人事に口出したかって言ったらそんなこともなく、またあの選手企業に口出したかとかそんなこともなく、ただジーコ監督が好きにやっていいよって言っただけなの。で、2010年、2014年あたりでも、 こののチームで好き勝手やるよううなな選手っていうのはいなくていいはく自分たちがこういうサッカーをしたいからってって監督に掛け合っていいよって OK をもらったっていうケースで2018年は直前に監督を追い出してるんだけどこれは監督が明らかにおかしなサッカーをやってたから、まあ、これはしょうがないよねってことで追い出したってやつだからね本当にねサッカー日本代表はうーんはっきり言っちゃうと その選手を主導したようなことはなくむしろ協会がうんちゃんとやってたような気がするんだけどねっていうだからこそあの日本代表の監督とか日本サッカー協会を口汚く批判する人を見てたらえっ、ー、って思うわけよだって J リーグと育成はちゃんとやってましたよこの人たちってでこっちがメインの仕事で日本代表って俺言っちゃ悪いんだけど祭りだと思ってんだよねあれ。 で祭りの部分一生懸命やるのはいいんだけど晴れとけって言うでしょ、うん、一番大事なのは日常であって祭りはその刺身の花,花、うん、菊の花みたいなものが刺身の上に乗ってるそこの部分をねうだ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 言うやつがいてサッカーの言論でああいうの見てて俺もうゲロイカの存在だなと思ってまあ批判してるんですけどねっていうサッカーの方だと。 まあ、ということで今回のねこの話題はもうサッカーの方の視聴者もバスケの方の視聴者も、まあ、見ていてちょっと聞いてて面白いんじゃないのかなというので、ね、今回これ取り上げてみましたという失礼します。